とんでもねえなこりゃ。いくぞ。ということで今回もやっていきたいと思います。どうもラルでございます。ということで今回もニャンコ大戦争、今回はスイッチ版の方やっていこうかなと思うんですけれども、前回の動画ですかね、コロコロコミックの9月号の付録で、プラチナチケットの方が、ゲットできるという動画の方を上げたかなと思うんですけれども、そこからですね、2枚あったんかな、もともとそこからですね、なんと10枚まで増えました。ということなんでね、まあお察ししてください。ということなんで、まあとりあえず今回ですね、こちらのプラチナチケットの方をね、10連の方を、回していこうかなと思います。でね、スマホ版ではね、確認したことないんですけども、スイッチ版だとね、プラチナチケットの方10連でね、ガチャの方が回せるんで、ちょっとね、人生初めてかもしれないんで、とりあえずちょっと今回ですね、プラチナチケットの方10連で、回していこうかなと思います。でただ回すだけではね、多分ねすぐ終わってしまうんで、まあ、せっかくなんでね、今回配置したキャラクターを使って、とりあえず今回はですね、まあ、いろんなステージでちょっと遊んでいこうかなと思うんで、よろしくお願いします。まあ、いつも通り日本編からね、宇宙編までっていう形で多分やっていくんで、よろしくお願いします。じゃあ早速、じゃあもう回していきましょうね。じゃあもういきます、10連で。さあやっていきたいと思います。じゃあいきまーす。はい。うわー、せめてね、何が、まあ、てか、とりあえずガオー出てほしいな、なんか。あー、1体目からガネーシャでございますか。はい。まあまあまあいいんじゃない？まあ、超激レアしか出てこないんでね。まあ、全然もう、全然いいです。じゃあとりあえず貯蔵庫に入れときましょうか。はい。次、2体目はニャンマでございますね。おー、いいね、いいね、いいね。ということで、2体目はニャンマでございます。じゃあ次、3体目。はい。お、猫アイス。なんか、いい感じで来てるね。ということで、猫アイス結構最近使ってるんだよな。はい。次、おー、シシルランド困りだ。これね、スマホ版ではね、持ってないんで、なかなか使う機会なかったんですけど、これ使えってことなんかな。じゃあ次行きたいと思います。行きます。はい。おー、カチカチだ。カチカチはね、まあたまに使うぐらいかな。まあとりあえず今回使えるんでね、まあ、せっかくなので使いましょうか。じゃあ次いきまーす。はい。おー、アマテラスでございます。まあ、あれもうこれで5体目かな、もう何体目だかも忘れてしまったんですけれども、まあいいや、アマテラスということで、いいね、いい感じで流れ来てますよ。じゃあ次いきまーす。はい。おー、ベビーだ。あ、ベビー欲しいね、普通に。あ、スマホ版のちょっとベビーがね、ほでも欲しいんで、もういつか当てたいところなんですけども、まあスイッチ版で使えるんでね、まあ今回使っていきますが。じゃあ次いきまーす。はい。あ、かぶりましたね。っていうことだと、今回あれだな、10体じゃなくなるね、かぶりがあるんで、キャラ数がちょっと少なくなりますが、まあいいか。次いきます。おー、ガングリオン。いいね。なかなか、ガングリオンもかっこいいよね。第3形態使ってみたいんですけどもね、まあ、スイッチ版だと第2形態のみまで、のみなんでね。あ、マジかよ。ここでかぶり2台来る。マジで、そういうことあるんだね。あ、終わった。マジか。っていうことなんで、とりあえず今回はプラチナチケットの方10連回して、こんな感じになりましたね。10連中2体かぶりが出てしまったんで、まあ、とりあえず今回はですね、先ほど言ったように、まあ、編成に入れて、まあ、使っていくっていう形なんで、まあ、合計8体にはなってくるんですけれども、まあ、とりあえずそれで、今からちょっと遊んでいきたいなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ、行きましょうか。編成の方は組み終わりましたので、まあ、これでちょっとやっていこうかなと思います。ちょっとね、かぶりが出てしまったのはちょっとね、まあ、しょうがないんですけれども、まあ、この8体でやっていきたいと思います。じゃあ、まずね、日本編から最後のステージ、両表島やっていこうかなと思います。じゃあ、行きます。チュジン。さあ、ということで、まあ、とりあえずね、ちょっとレベル上げるとちょっとね、微妙なお財布使ってしまうんで、とりあえず今回猫ボン使ってやっていきたいと思います。まあ、これでとりあえずどうしようかな。神様使わなくてもいいか。次のね、未来編で神様使うか。せっかくなんでね。ちょっとこれだとね、多分ね、速攻終わってしまう気がするんで、まあ、ちょっとゆっくり、かつ、できればね、全部のキャラクターちょっと出したいなって感じがするんで、まあ、もうちょっとゆっくり、もうちょっとゆっくり遊びましょう。あとはね、他に遠方は、あれ、ガングリオンは違うんだったっけな。待ってよ、ガングリオン。ちょっと微妙だなぁ。もうちょい、もうちょい踏ん張ってほしいところ。あ、マジで？にゃんこ、これ突っ込んじゃうの？待って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 。よくね。よくない、よくない、よくない。いやー、ちょっと待って、耐えてくれ。あと1体なんだよ。あ、弱っ。
うそ、まあいいや、とりあえず全部一通り出せたんで、まあそんなもんですよね。まあ、まだプラス上げが全部完了してないキャラクターたちもいるんですけれども、まあとりあえず、引き続き次はね、未来編の方やっていきます。はい、じゃあとりあえず未来編の方やっていこうかなと思うんですけれども、どうしようかな。じゃあ未来編はせっかくなんでちょっとベビーラッシュ使おうかなと思います。次ね、一応宇宙編の方もやろうかなって考えてるんで、宇宙編だとちょっと神様使えないっていうか、ボスが神様なんで、とりあえずちょっとこちらのステージの方で、やって神様使っていこうかなと思います。どうしようかな、一旦一通りちょっとキャラクター出してから神様使った方が良さげな気がするんだよな。多分ね、すぐね、ベビーラッシュ開始しても多分すぐお財布の方が消えてしまうんで、そこがちょっと難点なんですけれども、まあでもね、みんなちょっとコストの方が、割と低くなってるんで、まあ出しやすいかなって感じがするんで、どうしようかな。ちょっと殴られてますが、まだ大丈夫、まだいける、もうちょい行こう。どうしようかな、次何出すかな。じゃあシシコマ行くか。シシコマ行って、よし、これで、あ、やべえ、ガングリオンちょっとスピード速いんだよな。ちょっと同時出てこないかな。まあいいや、じゃあまず、1回目か。まあどうしようかな、まあとりあえずベビーラッシュ使います。はい、2回目どうだろう、必要か、必要じゃなさそうな気がするんだけれども、まあいっか、まあやっていきます。あ、見えてきて大丈夫そうだな。でこれでちょっとガンガン出してって、一面をちょっとね、まあ超激レアでね、いっぱいにしていこうかなと思います。まあちょっとね、できるだけあんまり偏りを作りたくないんで、まあまんべんなくね、いろんなキャラクターたちも出していきたいなと思うんですけれども、もうちょい、もっと行きたいところ、よし、オッケー、いい感じだな。できれば出撃制限がね、出るくらいまではちょっとね、なんとか出していきたいなとか思うんですけども、ちょっとガネーシャよく目立つな。結構目立つな。金がすごい。アマテラスも若干目立つ感じなんですけども。あー、もうボス戦入っちゃいそうですね、これ。OK。まあ、このままとりあえず見ていきましょう。なんかすぐ終わっちゃいそう。絶対すぐ終わるでしょ、これ。これだよ、これ。あ、いなくなったし。はえー。出撃制限が。まあ、いっか。あ、来た。えぐいな、これ。やば。じゃあ次は宇宙編。さあ、ということでやっていきたいと思います。普段あんまりね、なんかキャラクター使うときにビッグバンで使うっていうことはあんまりないんでね、ちょっと、積極的にどんどんちょっとやっていきたいところなんですけれども、どうしようかな。神様の攻撃みんな耐えられるか、これ。ちょっと怪しくないか。ちょっとあんまりね、ちょっとね、最後にやったのが多分普通に、攻略っていうか進めてるとき以降多分やった記憶がほぼほぼないんで、ちょっと大丈夫なのかなって感じがするんですけれども、待って、ワープ大丈夫かこれ。あ、でも、なんとか。よし。オッケー。一応、とりあえず一通りキャラクターの方を出しておきたい感じがするんですけども、あと、ガングリオンも出しておきたい。よし、オッケー。ガングリオン早いね。攻撃大丈夫かな。お、ん？平気そうだな。え、そんなに普通なんかノックバックしない？あ、だよね。うん、それが普通なんだけど、え、でも、全然、うろたえずにいけてるんだけど。これ、にゃんまが強えんだな。ちょっと待って、が出せないんだけど。え、飛んでったー、マジかよ、そういうことあるか。あっという間すぎて、ちょっと笑えないんだけど。マジで、そんなに、ちょっと物足りないなー。ちょっとね、あっさりすぎたんで、ちょっとキャラ数少なめでちょっとやっていきましょうか。まあ、さっきね、とりあえず一通り出せたんでよかったんじゃないかなと思うんで、じゃあ次はどうしようかな、何メインにするか。ニャンマラとちょっと寝そういそうな気がするからな。シシコマ使うか、せっかくなんでね。シシコマとこのベビーカーズで、この2体でちょっとやってみましょうか。せっかくなんでね、ちょっとこれで見ていきましょう。ちょっとね、出しすぎはちょっとね、良くないみたい。ちょっとね、みんな強すぎる。さすがにね、ちょっとプラスが、もう、行き過ぎのキャラクターもいるんで、ね、やっぱね、ちょっと、あ、ワープやられてますね。いけるか、あー、ダメか、あ、ダメ。あ、沼にはまってる。ダメそうだな。じゃあちょっと追加しまーす。オッケー。あ、これだとダメだね。出しすぎかな。
そうだ、ね、ニャンマーは本当にね良くない、強すぎる本当に、うん、ダメだよもうね、殴りタコ殴りがちょっとねひどすぎるんで、本当にやばいってなった時にちょっとね出していきます。まあ、じゃもうね手加減をするっていう感じで、まあ、これでも大丈夫そうじゃない、ほら攻撃が、あーでもこっち多分ね一体も倒れずにいけそうな気がする、予感はする、ほら いい感じ、ああー獅子駒がいなくなったけど、そのタイミングでなんとかいったね、まあいいかっていうことなんで、ニャンマーいなくてもなんとかなりましたね。おお、アマテラス、あっ、オッケーオッケーオッケー、まあ、これでも大丈夫そうだな。じゃあもういいや、最後はもうこれで、フィナーレでございます。ということで、すごいね、やっぱ超イケラの力はね、すごいね。ということで、まあ、とりあえず、またなんかね、機会があれば、まあ、いろんなキャラクターちょっと使ってみようかなと思います。ちょっとビッグランは普通にね、遊べそうなんで、まあ、ちょっと今後ちょっとね、いろんなちょっとキャラクターたち使って、ちょっと遊んでいこうかなと思うんで、よろしくお願いします。ということで、とりあえず今回の動画はこんな感じになりますかね。じゃあちょっと最後に、編成画面でちょっとしてみようかなと思うんで、ちょっとこれで、編成画面に移りたいと思います。はい、ということで今回はですね、プラチパッ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 、今回はですねプラチナチケットの方10連の方を回して、まあ、出たキャラクターで、とりあえず日本編のボスから宇宙編か、の、最後のボスをやっていくっていうことでやってみましたが、まあ、めちゃめちゃみんな強かったんでね、もうほとんど圧勝で、終わってしまったんですけれども、まあ、またとりあえずですね今後ね、なんか機会があれば、またなんかいろいろやっていこうかなと思います。まあ、まだねプラス上げの方ができてないキャラクターたちも結構いるんで、まあ、それもちょっと引き続きまた超猫祭のね、ガチャ動画とか上げていくんでよろしくお願いします。またね、あとね、レジェンドストーリーもそろそろ真面目にやるんでよろしくお願いします。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。